ヨシックス、愛知県名古屋市東区に本社があるよ。シックスホールディングスを中心とする飲食事業等を行う企業グループの総称。事業の主要な部分は飲食事業であるが、建騒事業も同時に手掛けている。現代表取締役会長の吉岡正茂が、株式会社天ガロンキットを1985年に設立。同年、株式会社ベストフードに、 称号を変更した後、1990年に株式会社ヨシックスへとさらに称号を変更。2021年1月1日付にて持ち株会社体制への移行を行いヨシックスホールディングスへ称号を変更。飲食事業はヨシックスフーズへ、喧嘩事業はヨシオカ喧嘩へ承継した。ヨシオカマサシゲがもともと 建築会社の傍らで飲食業に手を広げたという経緯があり、飲食店事業を展開する企業でありながら、自社内に建築部門を要することを特徴とし、矢台寿司、ニパチ、コレア、セント、矢台屋の5つの業態を展開している。出店計画の柱として、田舎戦略と老舗理論を掲げている。田舎戦略とは、都心の一等地ではなく、 一定以上の客入りが見込め、また従業員確保が可能な地域に出店する理論である。老舗理論とは、チェーン店ならではの教育制度の充実や、システム化を取り入れつつも、地域密着の中小型の店舗を作り地産地消をし、地域民を顧客として取り込む理論である。ありがとうございます。